アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。現在ですね、朝の9時なんですけれども、実はですね、今日は午前中撮影する予定なかったんですけども、とあることに気がついたので撮影しています。そのとあることっていうのはですね、確実に花粉飛んでますよね。2018年、今年もね、来ちゃいました、この時期が。ね、先日からコメントでもね、ちらほらいただいてたんですよ。花粉大丈夫ですかとかっていうのね。で、まあなんかちょっとそういえば飛んでるかなっていうぐらいだったんですが、今朝ね、確信に変わりました。飛んでます。で、私はね、春はだいたい花粉症に悩まされています。しかもこのくらいの季節からもうみんながこう花粉っていう種類の花粉症にも乗っかってるんですけれども、5月ぐらいにもう一個なんか違う種類の花粉って遅れてきませんか？高校の時に春に体育祭があるタイプの学校だったんですけど、だいたいね、私体育祭の時もう鼻とね、目のかゆみが止まらなくて、すごいコンディション悪い状態で参加してたのを覚えてるんですけど、なので春はまだ寒いけどなんか花粉来たなってなって、暖かくなってもうそろそろ夏迎えるよって直前ぐらいまでなんかずっと花粉症に悩まされてるんですよね。はい、というわけで前置きが長くなったんですけれども、今回はですね、そんな花粉症の私が今年一つ目にですね、花粉対策として購入したアイテムをご紹介したいと思います。こちらコメントで教えていただいて興味を持っていた商品なんですが、こちらです。 D プログラムのアレルバリアミストです。で、 D プログラムといえば資生堂の敏感肌向けのスキンケアっていうね、イメージだと思うんですけれども、割と新商品だったと思います。このアレルバリアから敏感肌用化粧水というね、57mm 入りのミストが登場しています。私があの保湿のね、ミストの話を確かした動画だったと思うんですが、 D プログラムからオイルインタイプのミストが出ますよっていうのを教えていただいてました。で、まあ、オイルインだったら普通のこうミストだとこうシュッてした時は保湿されるけど、その後にやっぱりそれが蒸発して余計に乾燥を感じたりっていうのもあるので、水分だけよりは油分が入ってる方がいいんじゃないかなと思って非常に興味が湧いて、発売されるのを楽しみに待っていました。で、購入する際にこのね、アレルバリアのサイトを見たら、商品の方にはオイルと化粧水の2層タイプで日常の肌を守りながら化粧持ちアップっていう風にしか書いてなくって、どちらかというとその化粧崩れをね、防止してくれるフィックスミストとか保湿の意味しかなさそうに書いてるんですけど、サイト見たらその花粉とかそういった外的要因から守ってくれるっていうね、意味もあるみたいな感じに書いてたので、これね、これからの季節にめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ったので、単品ですけどご紹介しています。ね、とはいえね、見ていただいたわかる通り、今朝のね、花粉を感じるまでまだ開封してなかったんですけれども、で、周りのフィルムを外すとこんな感じです。見えるかな、ミスト。こんな感じ。スプレー缶タイプじゃないので、そこまでミストは細かい感じはしなくて、今もうシュシュってしたら、この辺に集中して噴射されてるような感じなので、広範囲に広がるっていうよりは、まあ、一箇所にしっかりつくようなイメージだと思います。もうね、つけちゃいます、とりあえず。うん。結構ね、顔面に霧吹き浴びましたっていう感じしますね。なのでアベノウォーターみたいにこうふわーみたいな感じが好きな人はちょっとね、勢いにびっくりするかも。どうだろう、肌につけた感じは今のところそのオイルっぽさとかは分かんないですね。肌につけても結構サラッと垂れる感じなので、そのオイルが入ってるからといって中の化粧水自体がこうとろみがあるとかそういうことはないですね。で、触ってももうサラサラしています。で、顔から15センチほど離してってことはさっきのちょっと近かったですね。15センチほど離して目と口を閉じて顔全体に4回押し分を目安にスプレーし、手のひらで軽くなじませます。で、化粧直しで使う場合は化粧崩れの気になる部分を油取り紙やティッシュペーパーで軽く押さえてから本ピンを使用し、手のひらで軽くなじませますっていうことですね。あ、2層タイプなのでよく振ってから使ってくださいって書いてましたちょっと振ってもう一度触ると、さっきよりちょっとこうとろみはないんですけど、伸ばした跡がオイル感は多少ありますね、やっぱり。でも私はこうメイクした後にスプレーした場合はちょっと手で伸ばすのは抵抗ありますね。なんかよれちゃうといけないので。なんか15センチってどれくらいだろう、これぐらい。うん、まあでもミストの勢いは15センチ離したぐらいでは衰えない感じですね。これ顔がびしょびしょになってきた。まあ、でもちょっとこう仰いでみたりとかしても特に乾燥する感じはないですね。
なんかこう本当に水分だけのやつってこうやってしてると乾燥してちょっと顔が突っ張る感じしません？なので結構ミストはね、私物を選ぶというか自分の中で当たり外れあるんですけど、これはまあまあこうやって水分が蒸発しても油分が残ってくれるので守られている感は確かにあるかもしれないですね。でこちらね、商品のサイト見た時は結構その花粉予防というかその外的要因から守ってくれるみたいなのをしっかり書いてたんですけど、この本体自体に書いてないっていうところからして、そっちの用途よりはやっぱり保湿とか化粧崩れを防ぐとかそういう意味合いが強いのかなっていう気はしました。なんですけれども、同じシリーズであの花粉とかから守ってくれる下地とか BB とかもあるじゃないですか。だからああいうちょっとずつ花粉から守ってくれるよっていうものをいろいろ併用して使ってたら、普通のスキンケアとメイクで仕上げるよりはそういった外からの要因をね、いくらか防げるんじゃないかなと期待はしています。で鼻がそんなに今ね効いてないのであれなんですけど、香りはもしついてたとしても花粉症で鼻が詰まってたらもう感じないぐらいの香りの強さだと思います。私の対策としてはこういうねスキンケアのブランドのミストで防ぐっていうのは今年初めてトライするわけなんですけれども、今までやってきた基本的なこととしては、まず外から帰ってきたら玄関に入る前にちょっと服とかを全部払って、それをねいつも自分が一番生活しているリビングとかにとりあえずできるだけ持ち込まない。だからコートとかはもう玄関で脱いじゃって、服とかもそこで脱衣所行ってもう脱いでお部屋着に着替えるっていう風にして、何段階かでこう区切って自分の生活圏の中に持ち込まないようにはしています。でお洗濯物ももちろんもう外には干さずに、天気が良くても窓際の室内に干したりとかして花粉とね触れるところを減らすようにしています。でコメントでよくいただいてたのは、その花粉の時期になるとお肌が荒れちゃってメイクできないという意見ですね。これもすごいわかります。私は顔もなんですけど首がね痒くなるっていうのが本当多くって、もうメイクとスキンケアに関してはやっぱり花粉の時期はあまり新しいものにトライしないのがいいかなと思います。アイテム自体が合う合わないっていうのももちろんあるんですけど、そこにプラスしてこう花粉とかでお肌が弱っている時だといつもだったら感じない刺激を受ける可能性もあるので、今までできるだけ使い慣れたものを使ったりとか D プログラムみたいに敏感肌向けのものを使ったりとかして守りのケアにするようにしています。で、あと帰宅した後ですね、服を脱ぐのもそうなんですけども、もうその後出かける予定がない場合はできるだけね、もう即メイクオフするようにしています。花粉でねお肌がやっぱり荒れている時っていうのはメイクそのものが刺激になってしまうっていうのも考えられますし、その上にですね花粉がついているのでそれを取り除いてしまうっていうことが一番早いような気がします。帰宅したら着替えてメイクもオフして、花粉がねもう体にできるだけついてない状態で過ごすっていう風に意識するといいんじゃないかなと思います。もうお肌が荒れちゃったとかどこか痒いとか、もうそういう時は皮膚科なり耳鼻科なりです、ね、病院にかかるっていうこともすごく大切だと思います。本格的に荒れちゃった時とかはスキンケアとかだけでどうにかしようとせずに病院に行ってねこうガツッと治した方が早くねいつも通りのメイクを楽しめるコンディションに戻せるんじゃないかなと思います。こちらのミストはねもう今日のお出かけからねもうバッグの中に常備しようと思いますので、まあ、これをね使ってみていつもの花粉シーズンのお出かけとね何か違いを感じればまたね報告しようかなと思います。ちなみにねこのミストしてから今20分ぐらい一人でベラベラ喋ってるんですけど、今のところ全然乾燥は感じないですね。むしろなんかちょっと肌の表面がプリッてしたような感じがします。で今だとこういうスキンケアブランドだけじゃなくって本当にドラッグストアとか行っても花粉症対策のアイテムとかたくさん出ているかと思いますので、皆さんね気になってるアイテムとかこれ愛用していますっていうのがあればぜひぜひね教えてください。今年はねちょっと例年以上に花粉対策ねしっかりしていきたいと思っています。この鼻声がしばらく続きそうで嫌なんですけど、まあ、風邪じゃなくて花粉なのでご心配なく。というわけで今回は D プログラムから新しく出たアレルバリアミストの紹介と私のね例年の花粉対策についての動画でした。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アリカでした。